ほとりべンは、アスカ時代の武人。姓はなし。ほとりべは鳥を捕捉することを職業とした品べ。物ののべ氏の本拠である、河地国には、鳥取部の友の宮津子氏族で、角、しこり魂い命の三世の孫である天湯川殿、な命の,の光栄を称する無生の鳥取氏があり、マンもこの一族の可能性がある。物ののモリアの詩人。 陽明天皇二年の日のと羊の乱において、物のべ方に属して戦い、百人を率いて、森屋の南馬の邸宅を守備した。主君の森屋が撃たれたのを聞いて、地ぬ県のゆ真中優の妻の家を経由して山中に逃亡した。逃げた竹矢部の中で、竹を縄で繋いで動かし、自分の居場所を欺いて、敵が近づいたところで弓矢を放ち、英氏の攻撃を受けつつ、自分は、 天皇の盾として遊武を示してきたけれども、取り調べを受けることがなく、追い詰められて、このような事態に陥った。自分が殺されるべきか、捕らえられるべきか、語る者がいたら、自分のところへ来いと弓をつがいながら、地に伏して、大声で叫んだ。その後、膝に矢を受けるも引き抜きながらなおも、剣で矢を払い、30人ほど射殺し、朝廷の兵士を、 防ぎ続けるが、弓や剣を破壊後、首を小刀で刺して自害した。朝廷は万の死体を八つに切り、串刺しにして八つの国に晒らせと河地国史に命じたが、串刺しにしようとした時、雷鳴して大雨が降った。さらに万が飼っていた白犬は万の頭を加えて、古い墓に収めると、万の頭のそばに伏して横たわり、やがて飢え死にしたという。 不思議に思った朝廷が調べさせ、哀れに思って、万の同族に命じて、万と犬の墓をあり、真中犬に並べて作らせた。菊池要塞が表した、全権古実には万の肖像がある。ありがとうございます。